はい、続いて続きやっていきましょう。今日から一章ですね。一応ね、軽くレベル上げとかやって。あ、てか待って、ここにミッキーいる。え、すご、初めて気づいた。隠れミッキーじゃん、こんなんあるんだ。じゃあまあ続きやってみましょうか。ミッキー見つけたとこでね。真夜中ハンギング、なんでこんな椎名林檎の曲名みたいな毎回タイトルなんだろう。お、え、なに、あ、え、あ、あ、あ、アリスじゃん。え、めっちゃアリスじゃん。急がなきゃ花がしぼんじまうぞ。え、急げ急げ、バラを塗り残してるぞ。バラを塗…え、不思議の…アリスちゃん。え、アリス出てきた。え、どうしてかって、実はな、いや、白いバラをね、そうそう、間違えて白いバラを内首になるからな。女王様は赤がお好きだ、白なんて首になるよ。え、めちゃくちゃディズニーのアリス出てきた。そうなの？そうとも、だから俺たちはバラを塗るのさ。いや、あったあった、このシーン、ラスト20分前ぐらいのシーンな。ハートの女王って本当に最後の最後にしか出てこないんだよね、アリスの映画だと。そういえばここはどこだろう、確か。え、てか今の映像何？いや、でもディズニーがっつり出てきたな。いや、やっぱディズニー出てくるとテンション上がるな。え、てか不思議の国のアリスの話ってこと今回。いや、確かにタイトルシンクの暴君だ。ドアを叩く音がする。なんか落としたな。あ、グリム。はい、こんな夜中に誰か来たみたいだぞ。おお、え、これってどれぐらい経ったの、プロローグが。なんだ、お化けの奴らか。諦め悪いんだぞ。あ、あいつらまだいんのかな。誰かがドアを叩いている。オンボロ寮玄関。こんな時間に誰だろう。どちら様、誰。俺。お、エース。エース、ちょっと中に入れてよ。え、どうしたん、こんな夜中に。エース、こんな時間にどうした。おう、ゲゲ、その首輪は。え、首輪。もう絶対アツラビルには戻んねえ。お前、今日から俺ここの寮生になる。お前、打ち首されてんじゃないか。何した。いや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 、何、ハーツラビル生だ、そんな簡単に移れんの寮って。いや、何したんだよ今度は。お前、いや、エース思いっきり打ち首されてたけど。その首輪って俺様が入学式であの赤毛の上級生につけられたやつだぞ。なし、リドル先輩のユニーク魔法だな、それ。なんでそんなのつけられたんだ。いや、怒られたんだろ絶対。何したんだよ。タルト食った。え、タルト。あ、へえ、タルト、タルトね。そうだよ、それだけ。いや、あの原作のアリスだとあるんだよね。小腹が空いたから寮のキッチンに行ったら冷蔵庫にタルトが冷やしてあったんだよ。あ、原作の方のネタも入ってんのこれ。しかもホール3つ分も。だから、あの原作のアリスだとね、確かハートのトランプ兵がタルトを盗み食いするっていうシーンがあって。え、面白い。初日から疲れた。めちゃくちゃアリスネタじゃんこれ。夕食食べ損ねたし腹減ったな。初日、あ、マジで、そのなんか冷蔵庫に入ってドワーフ鉱山行った日これ。あ、タルトがある、うん、まそう。いや、お前、お前初日から盗み食いすんなって。こんなにあるんだし一切れくらい食べてもわかんねえよな。いやいや、稲荷男の考え方やめろお前。いただきます。いや、もうこいつ全然反省してないよな、なんか。うわ、なにこれ、うまっ。あ、うまいんだ。美味しくて当たり前だ。だってトレイの作ったタルトはいつでも絶品だからね。じゃあ1秒でバレてんじゃねえかお前。トレイ、いや、これマジうまいよ、店で売ってるのよ。いや、タメ口、おい寮長。トレイってあの先輩にいた人か。僕のものに手をつけるなんて。ああ、いい度胸が終わりだね。いや、これは打ち首されるわ。それハートの女王の法律第89条。お、出た。女王の許しなくタルトを先に食べてはならない。あ、そんな法律あるんだ。タルトの窃盗は許しがたい重罪だ。いや、これはお前が悪いじゃねえか。またオフイズユアヘッド。いや、そりゃ首跳ねられるわ。いや、リアルハートの女王だったら死んでたぞ。あ、それで来たってことってわけ。いや、てかマジ昨日の今日じゃん。じゃあその日じゃねえか、なんならドワーフ鉱山行った。
どっちもどっちなんだよさ。いや、これはエースが悪いだろ。たかがタルトを盗み食いしただけで魔法封じされるのはおかしくね。いやいや、でもお前が悪いからな、今回も。元は魔法師にとっては手枷と足枷つけられるみたいなもんじゃん。じゃあ何だったよ、簡単だよ。ビンタが？しかも3ホールもあるんだよ。絶対一人で食いきれねえだろ。いや、そりゃ他の人と食う予定だったんじゃないのか。心が狭いにも程があるでしょ。お前が言うな。それをお前が言うな。まあ確かに魔法封じはやりすぎかもしれないけど、いやでもそのうち外してくれんじゃないの。まあまあまあ落ち着けっと。なんだよその煮え切らない反応。だってお前が悪いもん。もしかして。お、どうした。3ホールもあったならパーティー用かもしれないんだぞ。ああね、なんか他の人と食べるようじゃないの。誕生日とか。俺様名推理すぎるんだぞ。いや、なんでもない日じゃない。誕生日。いや、なんでもない日あり得る。あ、でもあれ別にハート上関係ないか。まずは、あ、それな、謝ったのお前。俺、監督生なら絶対に寮長が横暴だって言ってくれると思ってたんだけど。何を期待してきてんだよお前。俺がそれどうしたところで何も変わんねえじゃん。いやマジ謝れよお前、盗み食いを。マジで。いやマジだよ、なんで謝らずに来れたんだ。謝ればきっと。いやそうだよ、それ外してくれるって。食べ物の恨みは恐ろしいんだぞ。あ、そういえば俺様もまだ学園長からツナ缶もらってねえんだぞ。エースいいやつになったと思ったんだけど全然変わってねえじゃん。分かったよ、謝ればいいんでしょ。ちゃんと謝れよお前。監督生が提案したんだから一緒に来いよな。なんでだよ、俺何も関係ねえじゃん。なんで一緒に行かないといけないの。じゃあもう分かって、もう一緒に行ったらいいのね。じゃ あ, とりあえず今日どこで寝ればいい。いや帰れや、なんでここで寝ようとしてんだよ。本当に泊まる気か。お前部屋あんの。俺様とこいつの部屋以外まだどの部屋も埃だらけなんだぞ。泊まる部屋ねえよ。寝るなら自分で掃除しろ。おお、掃除しろ掃除しろ、ついでにどっか掃除して帰る。掃除とか絶対やだ。いやもうなんでこいつわがまましか言わねえな。部屋に泊めてよ。やだよ、俺スマートだから幅取らないしさね。てかそもそもお前それ首についたまま寝れんのか。めちゃくちゃ寝にくそうだな、それで寝んの。談話室のソファ、いやあーそうね、その辺のソファで寝たら。チッ、ケチ。いいですよ。いや俺ケチなとこあった今。え、全然ケチじゃなくね。一人寂しく談話室のソファで寝ますよーで。いやなんだ、おやすみ。くっそー、変わってねー、マジマジ。ドワーフ鉱山の件でちょっとマシになったと思ったんだけど、何も変わってねえよこいつ。根本誰だよ、こんな朝っぱらからドアをどんどんするの。いや本当に止まってるし。めっちゃどんどんしてる。このボロ屋敷、振動で埃が落ちてくる。ああ、はいはい、今出るからドア叩くな。すごい、屋敷全体を震わしてるな。ノックで。誰だ。やっぱりここに来てたか。デュースお前か。また揃ったよこの二人。デュース仲いいな。どうしたん。他の寮生から話は聞いたぞ、寮長のタルトを盗み食いして首輪をはめられるとは。もう完全に話広まってるじゃん。お前相当バカだな。いやお前が、あ、いやそんなことないよ。うっせ、お前にだけは言われたくねえ。いや言うな。ところで寮長まだ怒ってた。ああ、リトル先輩。そうでもない。あ、そうなの。少しイライラしている様子で起床時間を守れなかったやつが、うん、3人ほどお前と同じ目に遭ってたくらい。それ平常運転なの。全然そうでもなくねえじゃん、めっちゃ怒ってるじゃん。お、全然そうでもなくねえじゃん、めっちゃ怒ってるじゃん。イエッ。ナイスラップ。おー、どけどけ。お、あれ、エースどうですか。今日からナイトレイブンカレッジの生徒である俺様のお通りなんだぞ。あー、そうか、もう今日から授業あんのか。え、俺も行けるってこと。やった。この首輪を、お前のダッセイ首輪と違ってめっちゃ決まってるんだぞ。ダッセイ首輪。え、しかもお前今は魔法が使えないんだろ。いやめちゃくちゃお、ちょお前喧嘩すんなって。今日一日雑用係として学校の掃除でもしてたらいいんだぞ。いい気分。いやこの場所に来たら喧嘩しないといけないルールでもあんのかお前ら二人は。昨日バカにされたこと根に持ってる。こらこら、かわいい。いやもう喧嘩すんな、ほんとに喧嘩しな、もう。何回言わすこれ。お前、俺が魔法使えるようになった時覚えてろよ。いやもうほんと
まともなやついねえのか。昨日学園長から騒ぎを起こすなど言われたばかりだろう。いや本当にな、退学なりかかったんだからな、お前。とにかく魔法が封じられたままでは授業もろくに受けられない。あー確かにそうだな。ローズハート寮長に謝って外してもらったらどうだ。うん、謝りに行こうぜ、マジで。一緒に行くから。超納得いかねえ。なんでだよ。何が納得いかないんだ。まだ授業が始まるまで時間があるし、うん、俺様は別の寮も興味あるんだぞ。あ、それは確かにそう、俺もそう。エースが謝りに行くついでに見学してやろう、うん、他の生徒と全然喋ってないもんな。偽物じゃねえぞ、チキショー。いやもう自業自得だろうが、うるせえな。教書。お、あ、ハーツラビルの、これ鏡なんだ。おー光った。ん、お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 、ハーツラビル、え、すげー。え、なんかあのディズニーランドのアリスのレストランみたい。めっちゃ豪華だ。うわ、すげえ。俺様たちの寮と全然違うんだぞ。なあ、マジでボロボロだもん。てか城じゃん、城、寮っていうか。うちの寮はまだ発展途上だから比較すると切なくなるか。いや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 、まああれはあれでね、趣あるから。校長も言ってたけど。うわ、迷路まであるの。やばいやばい。あ、誰、急いでバラを赤く塗らないと。あ、バラを赤く塗ろうとしてる。ケイト先輩か、ハーツラビルの。誰かいるんだぞ。え、エースとデュースの先輩じゃない。おっと、危ない。塗り残しは首が飛ぶぞ。え、ちょ、原作再現してる。一緒に塗りましょうか。この光景どこかで見たような気が。デジャビュってやつかな。いやいや、もう完全に不思議の国のアリスのワンシーン。君たち何か用。あ、おはようございます。それ何してんの。いや、バラ塗ってんだよ、見りゃわかるだろ。ねえ先輩、見ての通りバラを赤く塗ってるだけだけど。うん、あととりあえずタメ口やめろ、お前エース。なんでそんなこと。いや、アリスだからだよ。アリス見てねえの、二人とも。反応がフレッシュで可愛いね。あ、ってことはやっぱ先輩か、ケイト先輩。よく見たら君たち昨日10億マドルのシャンデリア壊して退学騒ぎを起こした新入生じゃん。めちゃくちゃ広まってる、もうすでに。それも俺たち卒業までシャンデリアのことずっと言われそうだな。まあ前代未聞だろうしな。しかも君はその日の晩に寮長のタルトを盗んで罪の上塗りをした子だ。もうめっちゃ有名人じゃん、エース。よかったな。学校中で話題のニューカマーと朝一で会えるなんてラッキー。いや、そもそもなんでバラを塗ってんだろうね。ねねねね、一緒にシャメ取ろうよ。シャメ、イエーイ。おお、シャメってちょっと言い方古いっすね、先輩。最近あんま使わないらしいっすよ。これマジカメあげていい？タグ付けしたいから名前教えてよ。え、なにそれ、なにそれ、マジカメって何。あ、インスタみたいな感じ。デューススペードです。いや、言うんかい。ちょっとすげえ躊躇なく言うじゃん。いや、めっちゃ言う。いや、普通に言うもんなの。クリムとその子分なんだぞ。ジャックオランタンです。あの、ランは漢字でタンはひらがなです。ややこしくて、すいません。アップ完了と。え、てかスマホあんだ、 SNS あんだ、この世界。俺はデュースちゃんたちの先輩で3年のケイトダイヤモンドくんです、うん、ケイト先輩。なんかめっちゃイケイケっすね。ケイトくんって呼んでね。うん、ケイくんでもいいよ。じゃあケイちゃん先輩でもいいっすか。ヨロヨロあ、ヨロヨロ。この人いい人そう、めっちゃ。はじめまして、すっごい軽い人。いや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 、こういう気さくで軽い先輩いるのすげえありがたいよ、後輩としては。噂のオンボル寮の監督生になった子だよね。あ、そうです。よくあんなとこ住めるね。いやー、他に住む場所なかったんで。ケイちゃん先輩来ます。暗そうだし、マジカメ映え最悪って感じ。あ、ほんと同情する。うん、同情ありがとうございます。よろよろ。こいつさっきからちょいちょい失礼なんだぞ。いや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 、エースに比べたらって話し込んでる場合じゃないんだった。お、あー、その塗るやつですか。パーティーの開催は明日、遅れたら首が飛んじゃう。あ、パーティーがあるんですね、明日。なるほど。ねえねえ、君たち、はい、バラを塗るの手伝ってくれない。いや、でも授業は。つか、なんでそんな変なことしてんの。だからアリスだからだよ。お前マジ映画見てこい。だってパーティーの日のバラは赤がフォトジェニックみたいな。あ、映え、あ、映えで赤に塗ってんの、ケイちゃん先輩。俺、次はパーティーでやるクロッケー大会のためのフラミンゴに。おお、めっちゃアリスネタ出てきた。うん、クロッケー大会のフラミンゴ。色付け仕事があるから忙しいんだよね。あ、あれも色付けてたんだ、あのフラミンゴにも。へえ、塗ってたんだ。フラミンゴに色をつける？変な仕事ばっかりなんだぞ。めちゃくちゃ八百長なクロッケー大会な。あれもやるんだ。つまりエースが盗み食いしたタルトは寮長の誕生日パーティー用だったんですね。誕生日ではないんじゃないですか、これ。だからすごく怒ったと。いや、ケイちゃん先輩、これって違うけど。やっぱりそうですよね。違うんかい。じゃあ
誰の誕生日なんすか。いやお前パーティーイコール誕生日ってね、ケイちゃん先輩、こいつ分かってない、ね、誰の誕生日でもないよ、うん、明日は我が寮伝統の何でもない日、おめでとうのパーティー。出た、何でもない日万歳。誰の誕生日でもない日を選んで寮長の気分次第で突然開催されるティーパーティー。ハートのジョーが、まあそうか、ハートのジョーも祝われてたもんな、なんでもない日。そりゃ、いやそういうもんなんだよ、エース。なんでもない日最高。理由はあと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 、そんな今はバラを若くしてくれればいいから。塗ります塗ります。ユースちゃんとグリムちゃんは魔法でやれるよね。え、てかでも授業大丈夫かな、まだ余裕あんの。エースちゃんと韓国生ちゃんは魔法が使えないから、これ、はい、ペンキ。ああ、ペンキでね。いやまあでも映画でもね、ペンキで塗ってましたもんね。魔法で色を変えるですか。デュースできんのかお前。そんなのやったことねえんだぞ。デュース大釜出す以外のことできんの。オッケー大丈夫、リラックス、なんとかなるなる。寮長に首跳ねられたくなきゃ急げ。あ、これできなかったら首跳ねられるんですか、大変だな。赤赤、それ、お、やってる。あ、青になった。真逆じゃねえか。まあデュースは正直できると思ってなかったけど、やっぱできないな。色よ変われ、それ。お、やってる。ああ燃えてる、体燃えちまったんだぞ。新入生だしな、1年生だしな。これはケイちゃん先輩が悪い。想像以上に容量悪いな君ら。いやまだだって授業1回も受けてないっすから。つうかバラは白いままでもよくね、綺麗。分かってねえな、ハートの女王は赤が好きなんだよ。こればっかりは伝統だからね。伝統なんだ。なんでもない日、おめでとうパーティーの日のバラは赤。へえ、あ、決まってるんだ伝統で。クロッケはバットに七色のフラミンゴ、うん、ボールにハリネズミを使うのがお決まり。そうね、ハリネズミ、自分で転がるやつね。あ、そういうのが伝統としてあるってことなんだ。ああ、でも春の庭でやる花たちのコンサートではバラは白。これも大切なポイントだよ。え、すごい細かー、そんなところまで指定されてんの。変な決まりばっかりなんだぞ。確かにね、白バラが歌ってたもんね。これはグレートセブンの一人、ハートの女王が決めたルールなんだって。出た、グレートセブンってのはヴィランズのことか。リドル君は歴代寮長の中でもかなりガチガチに伝統を守ってる真面目な子だからね。はあ、いや確かにハートの女王の法律とかめっちゃ言ってたもんな。まあちょっとやりすぎなところも否めないけど。やりすぎ感はあるんだ。いやまあでもハートの女王感ありますけどね、その方。そうだ、俺もこんなことやってる場合じゃなかった。寮長に話があるんですけど。あ、それな。まだ寮内に。いやマジで忘れてたのかよお前。まだいる時間だと思うけど。もう首輪に違和感感じなくなってるじゃん。ところで寮長のタルトを盗んだエースちゃん、お、お詫びのタルトは持ってきた。お詫びのタルト、あ、そんなんいるの。いや朝一で来たから手ぶらすけど。いや持ってきてねえな、お詫びのタルトは。あっちゃー、そっか。え、あ、それがないとダメなんだ。それじゃあハートの女王の法律第53条。ケイちゃん先輩も覚えてる。盗んだものは返さなければならない、違反してるから寮には入れられないな。おー、結構まともな法律もあるんすね、ちゃんと。はぁ、なんだそりゃ。寮に入れないんだ、てか法律を犯すと。この寮にいるからにはルールに従ってもらわないと、見逃したら俺も首をはねられちゃう。めちゃくちゃ厳しいんだ。悪いけどリドル君が気づく前に出てってもらうね。ケイちゃん先輩マジで。あの顔絶対本気じゃん、お前らなんとかして。いやなんとかしてって言われても上級生だ。なんで俺が。絶対強いじゃん。頼むよ、俺今魔法使えねえし。うわ来た。ああ来た、ケイちゃん先輩。あ、戦うんだ。あれ外出てる。なんだよあいつ。あ、追い出されたんだ。倒しても倒しても湧いてきた。え、何それ。幻覚魔法か何かか。あ、ケイちゃん先輩が。あ、そんなバトルだったの。へえ。タルトがないなら門前払いなんだろ。俺ら最初から手ぶらだったじゃん。いやまあリドル先輩からかばってくれたとも言えるな。手伝わせやがって。まあ確かにそれはやらされたけど。ちゃっかりしてるんだぞ。でも比較的いい人だった気がする。じゃあお詫びのタルトを用意して出直したな。おう、放課後にでも。あ、やばい。お、どうした。え、どうしたの。は、え、なになに、どうした。まずい、もう予礼の時間過ぎてる。いやもう鳴ってたの。遅刻するぞ。ちょっとまだ余裕あんのかと思ってたわ。俺様の輝かしいスクールライフ1日目に味噌がついちまう。てかケイちゃん先輩授業出なくていいのか。お前たち教室に急ぐんだぞ。もう行こう行こう。そういえば監督生たちのクラスどこ。いや後でいいだろ。1年だろ。いやとりあえず授業行こうぜ。悠長学園長が1年 A 組って言ってたぞ。あ、1年 A 組。あ、そうなんだ、 A 組なんだ。なんだ、
同じクラスじゃないか。いや、悠長か。一次元目は魔法役。ああ、じゃあ同じとこ行けばいいんだな。なるほど。なんか楽しそうなんだぞ。城みたいな学校だったけど間に合うのかこれ。結局魔法使えないままだけど大丈夫なのかな。いや、それもな。エースいつ魔法使えるようになるんだこれ。実験室。お、一元目魔法薬学。 お前たちが今日から俺の担任クラスに入った新顔か。クルエラがイケメンになってる。え、クルエラだよね完璧に。珍しい毛色をしているな。うわ、毛色とか言ってるし。日頃から手入れを欠かさないように。いやいや、ただのクルエラのコスプレしたイケメンじゃないこれ。俺の名前はデイビス・クルーウェル。デイビス・クルーウェル、気軽にクルーウェル様と呼んでいい。いや、名前も意識して。じゃ、その毛がもしかして犬で作ってんすか。さあ、さっさと席につけ。いや、はい、授業を始める。暑そうだな、そのこと。まず基本的な知識として、この世界でクルエラはどういう存在なの。薬草と毒草100種類の名前と見分け方を お前らの小さい脳みそに叩き込む。ああ、魔法薬学ですもんね。菌種類はまた別だ。散歩中に知識なく口に入れて中毒にならないように、はい、いずれ覚えてもらう。いや、結構ちゃんと授業してくれるんだな。そんで犬はすぐ拾い食いをするからな。突然犬要素出してきた。テストで赤点を取る生徒が一匹も出ないように厳しくしつけていくから、そのつもりで。ちょっと教育者としてはすごい真面目なんだけど。なるほど。わあ、ないその服。ところで菌種類ってなんだ。いや、わかれよ。何のなるほどなんだよ。じゃあそれ、俺暗記系苦手なんだよな。無視だし、首はついてるし。草なんかうまいかまずいかだけ分かればいいんだぞ。いや、お前普段から草食ってんのか。え、あ、別の教室だ。魔法師2限目。魔法師とかもあるんだ。え、先生違うのこれ。私は、うお、魔法師の授業を担当するトレインだ。え、こちらは使い魔のルチウス。トレメイン夫人ですか。いや、どんなチョイス。まあ、ヴィラン、まあ確かにヴィランちゃヴィランか。この世界に繁栄をもたらしてきた魔法についての歴史を学んでもらう。いや、猫で分かったけど、これルシファーだろ絶対。あ、ルチウス。あ、名前違うんだ。私はレポートだけでなく、はい、授業態度でも評価を行うぞ。ああ、居眠りは許せない。で、この先生もやっぱめちゃくちゃ真面目な先生じゃないか。まずテキスト15ページを開いて。はい、いや、トレメイン夫人って。ドワーフ鉱山で宝石の採掘中に発見されたマイナーすぎる。宝石についてだ。あの、シンデレラの意地悪姉妹のお母さんだね、トレメイン。泣いてるわ。いや、猫下ろせや。この世紀の発見により魔法エネルギーは広く世界に知られることになる。いや、めっちゃ真面目。この年は魔法元年と呼ばれる。ああ、魔法石から魔法エネルギーが出てる。うるせえな猫。じゃあなんかファッて言ってるよ、大丈夫。ああ、確かに退屈そうだなこの授業。ドワーフ鉱山って。え、おー、魔法エネルギーか。いや、おわーはメモらなくていいよ。ですか。ちょっともっとバーンって。そんなアホなの。使える授業がいいんだぞ。猫と人間の声の区別つかないのか。デュースマジアホすぎない。お、え、誰、クレイトンとか出てきたら笑うぞ。誰だよ体力。俺はバルガスな。お前らもやしどもの体力育成を担当してやることになった。やったー、お願いします。すごいぞガストン、負けるなガストン。ツバ遠くまで飛ばしそう。優秀な魔法師は健全な肉体から。卵呼んだ、すくいそう。ミラ、お、毎日生卵を飲んで鍛えたこの筋肉。すげえ、生卵飲んでる。やったー。魔法師たるもの体力がないとな。はい、そんなわけでまずはグラウンド20周。うわ、次に腕立て伏せ100回。いや、ガストンってね、こういうゲームで大体ハブられる運命あるんだけど。来たか、ついに。じゃねえけど先生が超苦手な。いや、どこがだよ、ガストンいいだろうが、アホだよ。体力には自信がある。何、生き生きしてる。デュース、ぐるぐる走って何が楽しいんだ。俺様はハムスターじゃねえんだぞ。まあ確かにグリムいつも浮いてるもんな。大食堂来た、昼飯だ。
やっとお昼休みなんだぞ。やったー。いや、先生ってあれだけなのかな今日もうまそうなものがいっぱいなんだぞ。もっと出てくるかな先生。ビュッフェ方式なんておしゃれだよね。グリムってイカやネギを食べてるの。あ、ビュッフェなんだ。へえ。ふわふわオムレツ、鶏肉のグリルにベーコンエッグ。うまそう。めっちゃうまそう。え、このタルトだと許してもらえないのかなやっぱリトル先輩に。声がでかい。休み時間だけ元気になりすぎだろこいつは。お前が声でかい言うな。エース、お前も結構声でかい。なな、俺様は鶏肉のグリルがいい。最後の一個なんだぞ。おう、てか自分で取れよ。俺が取るのか。あとオムレツもジャムパンもあ、いっぱい取ってほしいんだぞ食べ過ぎにはご用心。歌ってほしいのか。あ、どうした。おー、なんだおい、てめえ不良ちょ、名前が不良の不良出てきた。ちょ、不良にぶつかってんじゃん。お前がぶつかってきたせいでパスタの温玉が崩れちまったじゃねえか。いや、いいじゃん、どうせ崩して食べるじゃん、パスタの温玉は。おいおいおい、プリプリの温玉を崩すのはカルボナーラ一番のお楽しみだぜ。いや、一番のお楽しみは味だろ。なんで崩すの目的でカルボナーラ取ったの。どうと締めつけてくるんだよ。知らねえよ、しょうもなさすぎるだろ。絡んでくる理由、お前の取った鶏肉のグリルくらい譲ってもらわないと釣り合いが取れねえな。結構優しいかよ慰謝料。嫌なんだぞ。いや譲れや。この肉は俺様のだ。もうまたトラブル起こして。お前、ああひどい目に遭った。いやもうああいうやついるんだな。優秀な魔法師を輩出する名門校にあんなテンプレ不良がいるとなあ。ああいうやつこそ打ち首だろ。あれどこの量だよ。では気を取り直していただきます。はい。おまーい、食べ過ぎにはもういいですか。オムレツの卵がふわふわで、うん、中からチーズがとろーり。お前食レポ好きだなところでお前たちの量は今朝見たけど、他の量ってどんなのなんだぞ。うん、あーね、他の量見てないよな、まだ見たいんだけど。学園のメインストリートにグレートセブンの石像が立ってたじゃん。ケイちゃん先輩と、ハーツラベルの先輩だ。あの7人に習ってこの学園には7つの寮があるんだよ。おー、ってか知ってます。ゲッ、あんたは今朝のケイちゃん先輩な、と、トレイ先輩な。俺様たちを騙してバラに色を塗らせたやつなんだぞ。確かにあれのせいでちょっと授業遅れそうになった。騙したなんて人聞き悪いな。俺もやりたくてやってるわけじゃないんだよ。いやでも手伝わせる理由はなかったでしょ。寮の決まりだから仕方なくやってるだけで。あ、まあハーツラビルの2人は仕方ないか。めちゃくちゃ笑顔でしたけど。エースデュースはだって寮生だもんな。まあまあデュースちゃん、うん、寮の外なら例のルールに従わなくていいし。あ、そうなんだ。今のケイ君は後輩に優しい先輩だから。あ、寮の中だけのルールなんだ。なるほどね。ちゃん付けはやめてください先輩。あ、ちゃん付け嫌なんだ。そんな大声で言うことかあ、トレイ。それはケイとの愛情表現だからな。トレイ先輩、なんか普通の人そう。この人つか隣のあんたは誰。だからタメ口やめろお前。とりあえずタメ口やめろ。ちょっと悪い、俺はトレイ。絶対先輩だろ。てか先輩の方が多いんだから。トレイクローバー、ケイトと同じくハーツラビルの3年だ。おら、残念じゃん。てか、タルト作った人か、トレイって。言ってたよな。君はオンボロ。あ、使われてなかった寮の監督生に着任した新入生の子だろ。わざわざ言い直してくれてる。この人いい人だ。ケイトに聞いてる。昨日はうちの寮の奴らが迷惑かけて悪かったな。謝れる人だ。この学園に珍しい。ちゃっかり隣に座ってるし。いや、素直に謝れる人に初めて出会ったの。まあまあ、せっかく同じ寮に入ったんだから仲良くしようよ。トリマ、アドレス交換で。アドレス交換、久しぶりに聞いたわ。たまにケイちゃん先輩ガラケー用語使うよな。スマホは持ってますね。いや、そうそうそう、スマホ持ってないんですよ。え、スマホ持ってないの。マジヤバ、天然記念物並みにレアじゃん。てかスマホは通じるんだ。この世界でもスマホなんだ。安くしてくれるお店紹介してあげるよ。え、今度スマホ選びデートとかどう。デート。え、俺男だけどいいんすかデート。え、紹介してください。ヘイト、新入生が引いてるから。いや、引いてない引いてない。ほどほどにな。いや、こうフレンドリーにしてくれる先輩ありがてえわごめんごめん。で、寮の話だっけ。いや、この3年生2人めちゃくちゃまともだな。いいね、会話がフレッシュ。何でもお兄さんたちが教えてあげよう。この二人のプライド高くて自己中なの。つうか他よりまずうちの寮について教えてほしいんすけど。おハーツラビュルね。あのハートの女王の法律とかいう変なルールは一体何なの。いやマジお前不思議の国のアリス一回見てこ。伝説のハートの女王についてはお前たちもよく知ってるだろう。
うん、伝説のハートの城ね。規律を重んじ、厳格なルールを作ることによって変な奴らばかりの不思議な国を治めていた。変な奴ら、まあそうね、とんでもなく変な奴らしかいなかったな。そんなハートの女王をリスペクトして、我がハーツラビル寮生は、うん、ハートの女王のドレスの色である赤と黒の腕章をつけて、はあ、なるほど、ハートの女王の作った法律に従うのが伝統ってわけ。いや、いい伝統、ヴィランズらしい伝統じゃないそれ。肩が凝りそうな量なんだぞ。まあ確かに結構いろいろ決められてんのはあれだけど、どれくらい厳しく伝統を守るかは寮長の気分次第で、前の寮長はかなりゆるゆるだったんだけどね。あ、やっぱ変わるんだ寮長って。リドル寮長は歴代寮長の中でも飛び抜けて真面目でね。ほう、歴代の中でも。だから最大限その伝統を守ろうとしてるというわけだ。はあ、めちゃくちゃ厳しいんだな。げー、めんどくさ。違反すると首をはねられるわけね。なな、他の寮はどんな寮なんだ。ああ、そうね、他の寮知りたい知りたい。さっきケイトも言ってたけど、この学園にはグレートセブンに習った寮が7つある。はい、知ってます。オンボロ寮は何なんだろうな。まず俺たちが所属してるハートの女王の厳格な精神に基づくハーツラビル寮。ハーツラビル寮ね。あとは、うん、説明はしてくんないんだ。お、出た。百獣の王の不屈の精神に基づくサバナクロー寮。サバナクローもスカー様っていうのがいいよな。はい、アースラ様。海の魔女の慈悲の精神に基づくオクタビネル寮。ここって水中にあるけど息できんのかみんな。エラ呼吸のやつしか来れない。砂漠の魔術師の熟慮の精神に基づくスカラビア寮。うんうん、暑そうだな。背景砂漠だけどこんなとこやんの。美しき女王の奮霊の精神に基づくボムフィオーレ寮。ちょ、ここの寮もやばいな。ガチ城だな。規模やばいな。ハデスは死者の国の王の勤勉な精神に基づく、うん、イグニハイド。てこれイグニハイドの子選んだんだけど、あの子全然出てこないな。イデアだっけ。出た、マルフィセント。イガラの魔女の高尚な精神に基づくディアソムニア寮。あのガストンとかクルエラとかがグレートセブンになってないのはなんでなの。悪事の規模が小さいからか。たくさんあるな。名前が長い。もうそんな一気に覚えられねえんだぞ。確かに名前ややこしいわ、めちゃくちゃ。ざっくりでオーケーオーケー。そのうち嫌でも覚えるし。ああ、マジっすか、覚えますか。嫌でも。どの寮に入るかは入学式の時魂の資質で闇の鏡が決めるとされてるけど、うん、いや俺どこにも選ばれなかったんだ。なんとなく寮ごとにキャラが固まってる感じはあるな。あ、そうなの。へえ、キャラが固まってる。それはあるね、めっちゃわかる。え、ハーツラビルはキャラですか。ハーツラビルは何キャラで集まったの。例えばほら、あいつ。お、誰誰。あ、ジャック、サバナクロウ。犬の耳が生えてるなあ。獣の耳が生えてる。あのごつさは見るからにサバナクロウ寮って感じだな。あ、そう、体格で選んでんの。え、それな。運動とか格闘が得意なタイプが多い寮なんだよね。闇の鏡って、あ、そういうのを見てるんだ。肉体派っていうか、いかつい鬼系っていうか。あ、わかる、それはわかる。黄色と黒の腕章をつけてるのはサバナクロウ寮。あの、夜でもグラサンかけてそう。じゃあ、あっちの灰色と薄紫の紐を腕に巻いてるのは。灰色と薄紫。これアーサン様のところ。彼はオクタビネル寮だな。オクタビネルのアズール。その手前のテーブルに座っているエンジと黄色の腕章はスカラビア寮のせい。スカラビア、ジャファー様のとこね。アラジンの二個じゃ満面の笑みなんだけど。どっちも頭脳派揃いって言われてる。何が。筆記テストはそこ2寮がデッドヒートって感じだよね。頭いい子がそこの寮に行くんだ。でもスカラビアの寮長は勉強はそこまでって感じで。寮長ってどっち。はい、これ話が脱線するフラグ。おい、なんだお前突然それ。お前順応早いな。いや、ちょっとおい、何気に入られかけてんの。話を戻すと、あっちのやたらキラキラしいのはボムフィオーレ寮。ボムフィオーレ、紫と赤の腕章をしてる。でも確かエースは先輩と仲良くなるのうまそうだな。ああ、あのジョーのとこだね。超可愛い女の子がいるんだぞ。いや、あれ女の子じゃねえんだよ。俺も初めて見たときそう思ったけどよ。男子校なのに。いや違うんだって、男なんだって。あれ、男子校に正式入学したやつに女がいるわけないでしょうが。うん、あ、てか男子校なんだ。へえ。その情報初めて知ったかも。まあ確かにパッと見めちゃくちゃ女の子だったな。女の子といえば西校舎の肖像画、
ロザリアちゃんはなかなかレベル高いよ。いや何の話ケイちゃん興味あるなら紹介するけど、お見合いパーティーセッティングしよっか。いやいやいいよ。いらねえっす。ロザリアちゃん可愛くても平面なんでしょ。まあ肖像画だしな。イケてるなら平たくてもいいじゃん。おおケイちゃん先輩それ格言ですね。なかなかの。まあポムフィオーレは顔面偏差値&美容意識半端ない連中ってことで。いや顔面偏差値で選ばれてるの？ポムフィオーレはそんなとこ見てんの？闇の鏡。フォロワー数500万人いるマジカメグラマーだよ。すげえフォロワー500万、やば、めちゃくちゃ有名人じゃないですか。おいおい顔面偏差値だけで話をまとめるな。いやなそれ弾かれたやつちょっとかわいそうだよ。ポムフィオーレ寮は魔法薬学や呪術が優秀な生徒が多いのも特徴だ。へえ、薬学呪術、あそうでした。あれか毒リンゴだから。で次はイグニハイド寮だけど、イグニ、あ青と黒の腕章のやつ、この辺には座ってないな。ハデス様のとこね、俺が選んだ。あそこの寮なんかみんなガード固くて、俺も友達いないんだよね。あそうなんだ、ガードが固い。妖キャラ揃いのハーツラビルとは正反対っていうかちょっと馴染めそうだなそこ。俺ネクラが多いってことか。ああ、そういう、いやいいじゃんそこ。ほらこら言い方。いやいやいやネクラなんでしょ。確かにおとなしいやつが多いイメージがあるけど。トレイ先輩気遣いの鬼じゃない。魔法エネルギー工学とかめっちゃいい人じゃん。デジタル系に強いやつが多い量かな。いやもうオタクじゃんそれ、オタクの量じゃないですか。あとはディアホニュー量ですっけ。覚えてねえじゃないか。ディアソムニア。キリッとした顔で語尾をごまかしてんなよ。ディアソムニア寮ね。お、エースは覚えてるんだ。噛んだだけだ、噛んだだけ。そんな噛み方あるかい。ディアソムニア寮は、いたいた、あの食堂の奥の特等席に固まってるメンツ。特等席、そんなんの食堂。黄緑と黒の腕章が目印。あそこはなんつうか、超セレブっていうの。超セレブ、ああ確かなんかエリートみたいな言ってたよな。俺たち庶民が話しがけづらいオーラ放ちまくりなんだよね。そうなんだ、マレフィセントのとこ。寮長からして近寄りがたさマックスっていうか。いやでもなんかすねるって言ってたよ寮長。あーねこの人たちね。あれ子供が混じってる。子供、あー真ん中の。うちの学校は飛び級入学がありだから。あそうな、ガチ子供じゃあ。でも彼は子供じゃないぞ。あ違うの。俺たちと同じ3年生。3年生なんだ。リリアちゃん。おお。リリアバンル来た、逆さまに出てきた。どうやってんのそれ。話に混じってきたんだけど。こいつ瞬間移動したんだぞ。ずっと話聞いてたってこと。じゃあお主らわしの年齢が気になるとな。こんなにピチピチで愛らしい美少年のわしだが。自分で言うな。確かにそこのメガネが言うように。メガネって子供とは呼べない年かもしれんな。あそうなんだ。いやまあ声が子供じゃないですもんねそもそも。ピチピチ、あそこに引っかかるんだ、メガネじゃなくて。遠くから見るだけでなく気軽に話しかけに来ればよかろう。いやなんかでも近寄りがたいらしいっすよ。同じ学園に通う学友ではないか。ニコ、我がディアソムニア寮はいつでもお前たちを歓迎するぞ。なんかいい人そうだけどなリリア先輩。あこいつらなんか歓迎してなそう。でもおい、あっちのメンツは全然気軽に話しかけてほしいって感じじゃないけどな。リリア先輩がちょっと特別なだけかこれ。食事中上から失礼したな。上から。ではまたいずれ。はーい。いい人そうじゃん。ね、あっちの席と俺たちの席軽く20メートル以上離れてんのに俺らの話が聞こえてたってこと。あ、そんな離れてたんだ席。怖っ。どうやって魔法とかで聞いてたのかな。まあそんなわけでディアソムニア寮は少し特殊なやつが多いイメージだな。いやでも自分の話してたからって混ざりに来るか。魔法全般に長けた優秀な生徒が多い。めちゃくちゃ自意識過剰じゃん。寮長のマレウス・ドラコニアは世界でも5本の指に入る魔法師と言われてるくらいだ。あ、へえ、そうなんだ。5本の指、学生にして。マレウスは正直ヤバヤバのヤバだよね。いや何もわかんねえ。それを言うならうちの寮長も激ヤバなんだけど。いやどの辺が激ヤバなの。本当にな、タルトを一切れ食ったくらいでこんな首はつけやがって。心の狭さが激ヤバだよお前。ちょっと寮生と、うわぁ、僕って激ヤバなの。お前ほんとタイミング悪いな。てか相性悪いな、リドル先輩と。そこ聞かれる。そうだよ、幻覚を通り越してただの横暴だろ。こんすいません先輩、こいつバカなんです。もう最初からバカなんです。後ろ、うん、僕っつってるじゃん、僕っつってるじゃん。寮長気づけよ。
なんなん。うわー、死んだな、死んだな、リアルに首飛んだな、これは。